長年私に声をかけてきたエネルギーがあります。最初はそれが私の魂だと思った。それから私はそれが私が想像することができる何かを超えた何かであることに気づいた。知らないうちにある存在から別の存在へと運ばれました。感じました。時々それは水のように感じます。他の回は沈黙のように感じた。今日、それは反響するささやきです。私に来てと書かれています。私は無意識のうちにこの存在に向かって動いてきました。真実を理解する助けになると信じたい。私はそこにいます。もうすぐ。私はそれに触れることができますが、この体ではできません。この肉ではありません。私は単に目的を持って目的地に到着します。あなたは多くの真実があると信じたいが、たった一つしかない。暖かい暗闇です。私はそれに夢中になっただけでなく、それになりました。